ほら来た。なんか来た。マジじゃないですか。誰だ。アンマさんに。はい。中中取れた。こんなでかいのじゃ。すげえ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 。皆さん遠慮せず食べてください。ここはある男子寮。ここで寝泊まりしている男が6人。そして時々出入りしている男が2人。ここで寝るの。そうだよ。なんでだって酔ってんの。え、俺と。そうだよ。そんな僕らのいつもの夜。どこ行く、どこ行くの。遊園地、うん、寺とかは。好きだけど。何すんの。朝早い。だわ、うん、そんなに早くない。本当、うん、じゃあ今日昨日もできるじゃん。ああ、いや、大丈夫。本当、うん。あいつが帰らなかった夜が明けた。そして今夜はあいつが。これって。いや、そんなんじゃ入れないね、ジェンが。あ、それ。でもね、コードが違う気がする。確かに、なんかちょっと違う。ジェンが。これでしょ、これや。すごいね。あんな即興だったのに覚えたんだ。これエメロとか作ろうよ。マジで、リア君たちにプレゼン。確かに、むずいよね。でも即興は無理なんだよね。これにちょっと歌詞、ラララララララ、なんかジェンガのことをなんか。オッケーオッケー。いい感じじゃない。俺これ多分ね、真剣に寝ずに考えるかもしれない。あ、やろうやろう。今ちょっと見せて。いや、これね、単語でしか言ってこないみたいな。ちょっと長いね、2個目がね。そう。グッバイは違うよ。なんで後半グッバイはもっと後半。次はグッバイ入れるよ。なんかめちゃくちゃいい音楽が聞こえてきたんだけど。今サーサーいなかったかもしれないですけど、前ジェンガした時に名曲が生まれたんですよ。そうなんですよ。騒いでたやつだ。騒いでたやつです。それのちょ A メロ B メロを作ろう、考えようってなって。 A メロ B メロとかのあれ、いや、サビ、逆にサビしかなくて。あ、そうなのね。俺お腹空いてきたんだけど、食べるな。え、お腹食べたいです。めっちゃ空いてます。空いてる。めっちゃ空いてる。なんか作れねえか。作るんですか。え、作るさ。最高。カレーは。あ、え、やば。ルーもあるし、めちゃくちゃいいじゃないですか。久々作る。はい、一緒に作るじゃん。おうおう、作りましょう。作りましょう。いいじゃん、やろうよ。やりますか。じゃあ下には。お疲れ。あ、お疲れさん。お疲れ様。てかこの前これ。ああ、何。充電器忘れとった。あ、マジ。うん、はい。そうや、全然、はい、ありがとう。はい。うわ、お腹すいた。あ、お腹すいた。ペコペコ、やばい。そしたらもつ鍋は絶対塩やろ。塩やね。塩やろ、絶対。塩好きやもんね。塩、塩がいい。オッケー、いいよ。今日も最高の夜に乾杯。お疲れ様です。ありがとうございます。美味しいです。最高だね。やっぱ頑張った後めっちゃうめ。わかるわかる。いや、美香子ん家で飲む酒もめっちゃうまい。ね、飲もう今度。てかね、今度来てまた。いいよね。うん、来週ぐらい会えるかな。まあ、まだわかんないか。あ、いや、まだそうね。うん、明日のスケジュールもやっと夜になってわかるぐらい。ね、わかる。危ういよね、いつも、うん。よかった、でも今日会えて。ずっと会いたかったし。もう充電器持ってくれんかったらもう。いや、ほんとよ。ゼロパーでした、ずっと。ほんとよ、絶対そうよね、絶対。え、まさか忘れた。あ、会うために。え、うざい。それはほんとうざい、マジ。相変わらずすぎて、もうマジでやばい、うざい。ゴロゴロじゃない方が僕は本当。あ、そうなの。うん、結構小さくするよ。はい。やばい、ちょっと、悩みに出てきた。
やっていいですか。いいよ。あーう任せる。ちょっと怖いですね。もう包丁の持ち方もうちょい下でいいんじゃない。ん、これ硬いね、やっぱり硬いね。ホストすぎた。鶏肉全部いっちゃう。いっちゃいましょう。いっちゃいすく。しかも玉ねぎ削るぞ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。全体的に地形だ、お前。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。澤さんってなんで料理うまくなったんですか。バイトをね、あ、バイトかしてた時にめっちゃくちゃ仕込みをやってた最初。何バイトしてたんでしたっけ。パスタ。パスタ屋さん。パスタでこんないろんなやつできるんですか。いろいろやるのよ。卵だって1日100個とか普通に割ってたよ。マジっすか。そうそうそう、あのカルボナーラのさ、あーベース作るからさ。え、なんかお寿司屋さんでも働いてたんじゃないですか。お寿司屋さんちょっとバイトしてたよ。へえ。1年ぐらい。でも俺いけるんじゃね。もうちょいやる。なんか色が表面色変わってたら。ブイログ。じゃがいも色変わってる。あ、じゃあいいんじゃん。え、変わってるよ。おいしそう。15分煮込みます。はい。おいしそう。シャメ取りたい。いいよ、こうやって。はい、チーズ。オッケー。はい、まあ、たまにはね。いただきます。いただきます。待って待って待って、早い。ちょっと待って、熱い。あ、すごくない。おいしい。どうしよう。うまっ。おいしい。うん、ちょっと待って、熱すぎんこれ。いや、俺犬自体やけん食えるじゃん。犬自…聞いたことないやろ。ない。俺が作った犬自体。犬顔やもんね。うん、犬顔。犬顔、ワンちゃんって感じ。ワン。はい。はいじゃないよ。かわいい、かわいい、もう本当に。にがこずっと高校の時さわらこおったやん。うん。今度さ、二人でさ、まもち浜行こうよ。行きたい。あの結婚式場のあそこのね、道いいよね。行きたい。そっからウエストのうどん食って。待って、やばい。あの時の写真めっちゃ見返す。ほんと。うん、やけんちょっと今日の撮った写真も見返してくれる。明日の夜ぐらいもう一回。ちょっと待って待って待って、今日帰ってみてほしいけど、ね、できれば。うん、けどまだ帰るとは言ってない。来る。これぐらい。もうちょい。もうちょい。ルー、うるさいやつだ。ありがとうございます。ルー多めのスタイルね。美味しそう、はい。お願いします。いいね。最高。もうちょい。あ、それぐらいで大丈夫です。うわ。うえ。最高です。ちょっと俺の適当に持ってもらっていいですか。いや、大丈夫です。おい。持ってくれって。じゃあ食べよう。食べましょう。最高。いただきます。いただきます。うん。うま。美味しい。じゃがいももうまいね。ね、めっちゃ染みてるよ。人参も美味しいね。人参うまい。最高だマジで。頑張れる。頑張れますね明日。てか二人さ、あの屋上使ってる。たまに使ってますよ。うん、俺も洗濯ぐらいですね。ああ、机欲しくねって思って。確かに。例えばこうカレー作っておいても食べれるし。うわ、うん、ちょっと思いついちゃった俺、うん、机作りましょうよ。机作る。すぐ作ろうとするじゃないですか。なんか創作意欲すごいね。今まだもうめちゃくちゃ借りで。全然いい。もう想像しててください。目つぶって。押して揺れるあの日の気持ちのように、君との駆け引き迷いながら、時間とともに積み重なる思い出崩れてしまう。未来が怖くてぬぬぬぬみたいな感じで。そうだ、こっから B メロ。あ、2ジェンガジェンガ。カットカット。こんな感じになる。こういう感じです。すごい。A メロ、A メロ、B メロ、めちゃかっこいい。しかもこの押しては揺れるってそのこう、ああそう、ジェンガ、揺れるジェンガ。でもそうね、男性と女性のね、そう試合もね。
ちょっと作らないとね、うん、頑張ろうか。ありがとうございます。ちょっと舐めてたわ。よっしゃ、嬉しい。こんなんダメでしょって言おうと思ってたけど。いいですね、締めになって。ありがとうございました。見ましょうみたいな。あ、来てる。何時？入り時間何時だった？大丈夫？ダメや。なんで？明日7時朝？うん、帰らんとね。今日は帰らないか。うんうんうん、全然全然。ごめんね。うん、大丈夫。それよりさ、嬉しくない？仕事がある方が。まあね。ね、幸せよ。うん、全然全然。優しいね。全然頑張ろう。うん、また来週ぐらいかな。そうね。じゃあね。ありがとうね。うん、気をつけて帰って。うん、バイバイ。ありがとう。お願いします。あ、ちょっと待ってください。またね。おやすみ。おやすみ。階段を落としたらすぐジャンプして、そしたら足くるっとこっちから回してキック。こうさ、ワンピースですか？ルフィってさ、ギアセカンドって使うの。自分の体が伸縮してエンジンみたいな、車のドーンってなってプシュ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 なってくるの。なってくのよ。スケールを変えよう、一回やるよ。その感じでこう全身がギュンバーンってなるよね。一回音でイメージだけ。僕らのいつもの夜は時々本音がこぼれる。俺マジでビリヤード多分ファンタで一番うまいと思う。本当ですか？ほら、え、これ次もう一回テイクできるでしょ。うん、1。あー、すごいね、かわいいな。はい、お疲れ様です。おー、お疲れ様です。ピザおじさんです。でかっ。ピザワンパターンで来る感じですか？今日もね、買ってきたから。ありがとうございます。やったー。うおー、うわ、やば、いろんな種類あるやつだ。最高。あ、皿持ってきますね、うん、俺、いいや。え、お皿いい。なんで今ちょっと食事制限してるから。え、食えないんですよ。そうなんすか？しょぼうじゃないです。いただきます。テレテレ、うまそう。やば、申し訳ない。最近仲いいの2人は？僕ここっすか。一時ね、喧嘩してたもん。一時あの、まあ、3年前は、はいはい、もう嫌いって公言してたんですけど最近はね、逆に仲良しだもんね、はい、ドラマやってるからじゃない？
シンパシーある。ああ、そうかもしれない。その時めっちゃ聞いてましたもん、うん、なんかユセが僕の部屋に急に乗り込んできてね、言い方悪い、ツアーの初日、初日ぐらいで興味ないっすね、うん、聞いといて、うん、ソファ行かない、ソファ行かない、うん、俺だけかな、すごい腰が疲れるんですよこの椅子、いつもそれ着てるね、基本部屋着もダボダボっすよ、すごいよね、でかいもんね、いつもシルエットが。え、だって大輝くんもうあれですよね、5XL ぐらいの服着てる、ね、いや、ねえわ、もう引退してるから。あ、引退してるんですか、うん、それは昔の10代の頃の話。へえ。ダンスレッスンやってた時は必ず 6X ぐらいじゃんって無理で、かずっと変わんないですよね、世界さんは、うん、昔出会った頃より。だって俺が EXPG でさ、ダンスになれた時に世界さんを初めて紹介された時のされ方が、あ、こいつ二十歳で一番ダンス上手やつって言われた。かっけー、モラレス似てる、肩書きかっけまあ、ソータはさ、レッスン習ったし大阪校でやってたからダンス踊れたんだけど、ユセの場合はもうさ、ダンスのダの字も知らなかったじゃん最初。本当ですよ、やばかったもんね。いや、もう自分でもやばいように見えてんだろうなと思ってましたもん。あ、そうだった、合宿の時ずっと下向いてたもん、こう先生と目を合わせないみたいな、鏡見てやばすぎて、うん、あの現実逃避しました。なるほど、見たくなかったんだへえ。だってもうなっちゃんとこの前2人で話してる時に、うん、僕の第一印象みたいな、うん、ダンス見てどう思ったみたいな、動く筋肉みたいな動く肉の塊みたいな、硬かったもんね確かに。え、今はどうなの、やっててダンス楽しい？今楽しいっす。あ、楽しいんだ、はい、意外、やっと克服できたんですよ、少しずつ苦手意識でしかなかったんですか、ダンス。うーん、言われるしな、いろんな人に。まあ特に夏樹くんとかから、うん、まあ、かなり言われる、うん、まあ、シルエットとか、うんうん、そのみんなに合わせるとことか、正直うるせえなとか思ったりした正直人としてね、それね、歌ってみろよみたいな思ったけどでもそれは言っちゃダメじゃないですか、うん、まあでも結果それで自分のために言ってくれてるのが、なんか言われたとこ直してライブ映像見ると、うん、あ、良くなってんだなと思うから、うん、ありがたいなと思いますけど、うん、沢が言ってくれるんだね、そういう人大事だよね本当に、大事ですね、うん、実感しないとね、上手くなってんのとか、うん、そういうの人に言われてても自分で上手くなったって思わないと分かんないからな、分かんないです。こんな雨の夜は、最高、やばい。でさ、外気浴の時に雨だと意外といい時あるよね。いや、わかります。小雨がちょうどいいんだけど、さすがに今日は降りすぎて結構ザーザーまあまあの大雨だった。俺とケイトのに昨日も行ったもんね、サウナ行きました。2日連続だよね、やばい。てかさ、あれでしょ、彼女できたんでしょ。いや、そうなんすけど、いや、そうなんすけど、でももう、もう別れたんです。え、そうなんですか。早っ。全然いい子なんですよ、超いい子なんだけど、うん、え、表の子、表の子、おなんですけど、結局自分がテンション上がるもの、うん、好きなものとかに、うん、こう一緒になって盛り上がってくれる子とかだと、うん、やっぱこっちも嬉しいじゃないですか、うん、大事だよね、そう、そういうのって大事だから、うん、ちょっとやっぱそういうとこでね、なんかちょっとずれてるなって思って、全然あれなんですけどね、やば、そう、難しい、嫌いとかではないんですけどね。え、じゃあフリーだ今。フリーです。フリーだ、はい、フリーです。ずっとフリーか、ずっとフリー永遠と俺は
たとえできたとしても絶対メンバーには言わない。うわ。メンバーに言うもんね、みんなちゃんとできた時とすごいよね。いつもの夜、あいつの様子がいよいよおかしい。何してるんですか？おう、うるさかった。いやいや、全然一人で見てるんですか？めちゃくちゃ好きやん自分。そういうのじゃないよ。あのこの間もらったじゃん、誕生日で。はいはいはい。ソータも飲む？いや、ちょっと飲もうかな。お、普段そんな飲む？いや、ワイン飲まないですね。飲まないけど、これは結構ね、飲みやすいと思う。え、ちなみにサラダもあるけど。あ、頼みすぎちゃったね、一人で。一人っすよね。え、じゃあ食べたいっす。あ、おかえりなさいませ。おい、ただいま。お疲れ。え、何やってんの？映像？そうそう、ライブの DVD 見ながら、うん、ワインをたしなんでるんです。ああ、うまそう。腹減った。あれ、腹減った？腹減ったよ。ちょうど今サラダを取り分けようと思って。食べる？うん。何これ？これはサラダ。エビジョン。うん、うまそう。え、めっちゃうまい。これは？それはパエリアけど、もうほとんど食べちゃった。夜ご飯だった。レイ君が？うん。こんなでかいの？うん。あ、けどあとちょっとだけ残ってるけど。うん、うわ、食べる。めっちゃ、うん、食べる。バルサミコの匂いやばい。そう、でもめっちゃうまそうじゃない？めっちゃうまそう。うわ、もう外めちゃめちゃ暑いわ。あ、そう。うん。うん。うん。美味しい。美味しい。なんか飲みやすいね。ね、飲みやすい。うん。ワインに合うわ。うん。いや、俺やっぱ金髪のイメージがリエ君本当強いんだ。確かに。金髪なかったっすよね、多分。うん、うん、似合うよね、金髪がね。うんうん、もはやこれも懐かしいわ。うん、ちょっと今の僕の表情よかった、飲む。自分の表情よかったと思ったら飲むやつね。うん、ベロベロになるよ。俺どんだけ自分好きなんだ。本気で住もうとしてる。俺は結構ガチ。気合いそうでしたけどね。いい人そうだよ。綺麗な人だったし。ボディタッチみたいなさ、やるってどんな気持ちなの？できましたよ。マジで。最高のマスだ。ありがとう。いただきます。いただきます。